こんにちは、 PR フィルムプロダクションのケントです。本日のテーマは、起業した川本さんに聞いてみた PR フィルムプロダクションに入って変わったこと3つをご紹介していきたいと思います。川本さん、よろしくお願いします。お願いします。インタビュー受けていただきありがとうございます。こういうのは初めてですか？初めてですね。はい、慣れないかもしれないですけれども、無理やり言わなくてもいいので頑張ってください。 PR フィルムプロダクション入って大体半年ちょいくらいですかね。もうすぐ1年経とうとしている感じだと思いますが、そんな川本さん、これからもう起業されるということで、私としてもすごく嬉しいです。そんな川本さんがなぜ、そういったことに踏み切ったのかとかまでも聞けたらいいんじゃないかなと思ってます。では川本さん、簡単に自己紹介をお願いします。福祉施設専門のコンサルタント業を行っております。株式会社いろはの代表の川本千秋と申します。株式会社いろはっていうんですね。ひらがなでいろ、いろだけひろ、ひらがなで、ひらがなだけ羽になってます。あ、へえ、その頃は基礎からということで、いろは、こもじった感じです。あ、そうですか。ここ入ってきてればいいなと思います。もうそれでいうと、福祉のもう総合コンサルティングっていつの間にかなんかすごく領域が広くなったのかなと思うんですけど、もともと福祉のお仕事をされて辞められたとかいろいろあって、PR フィルムプロダクション入られたと思うんですけど、まず入ったきっかけとか動機ってどんなものでした？私も在宅で仕事を探していてとか、そういう思いからそれできるんじゃないかなっていうところで、動画制作っていうところをちょっとやってみたいなっていうところが最初のきっかけです。の独立に踏み切る前に何かいろいろ活動されてた感想というか、大変だったな、良かったなっていうところですか？自分で営業していくところで結構気づいたこと多くて、父、うんうん、もすごい初めてだったので、その時はやっぱり、新鮮で、でもすごく勉強できてっていうことはあります。確かに何か最初お会いした時、営業はみたいな感じだったような気がするんですけど、なんかいつの間にかいろんな、ね、会に参加されたりとかアポ取ったりとかって報告聞いたから、なんかすごい僕としてはいつの間にかって感じだったんですけど、それはなんかきっかけがあったんですか、どっかのタイミングで？いや、本当に手当たり次第にやっていかなきゃっていうふうに思って、あ、そうですね、ちょっと経験を積まなきゃと思ってたので。あ、それはあれですか、なんかそのカリキュラムとか僕の言ったメッセージとかっていうところですかね？そうですね、それもそうですし、日比さんと行かせていただいたので、うん、あ、こんな感じかってちょっと思ってたのと全然こう違ってるっていうか、知らないところだったので、うん、実は川本さんと異業種交流会に一緒に行ったっていうところなんですね。で、PR フィルムプロダクションの最初のリードの獲得の仕方は、異業種交流会ってすごくいいよっていうところで、ああいった出会いってスマホでは絶対に起きない、みたいなところを一緒にちょっと川本さんと行かせていただいて、蓋開いてみたら結構食事を食べながらカジュアルな会話の中でびっくりしたっていうのは聞いてて、あ、覚えてるなという感じですね。はい、その中で実際にもうフルコミットで自分で会社を法人を立ててっていうところだったんですが、そこまでにある程度決意があったと思うんですけど、どうして今回法人を登記するっていう決断に至ったんですかね？私がこの PR フィルムプロダクションを通してこう営業していく中で、結構自分でも気づいたことって結構大きくて、福祉に対してやっぱりいろいろな課題だったり需要ってたくさんあるので、そこを気づいてやっぱり自分でやった方がいいなって、これの方が自分に一番できることってこれかなっていうのに気づいたので、やりました。それでは本題に入っていこうと思いますが、 PR フィルムプロダクション入って変わった3つのこと、1つ目、川本さんどんな感じですかね？本当にそれこそ仲間についてなんですけど、同じ気持ちを持った仲間がいるっていいなってこう気づけたっていうのが1つ目なんですけど、もともと私個人事業主で何でも1人でやってきたんですけど、それもそれで私は好きでやってたことなんですけど、同じ気持ちを持ってる仲間とこう同じ目標を持ってできるって結構私の中でもそれもすごく良くて、こっちの方がもしかしたら合ってるのかもしれないっていうことにこう気づけたっていうことは結構大きいです。福祉フィルムプロダクションのパターンがすごく良かったですよね。あ、そうですね、ちゃんと現場に精通していて、なんかそう難しい業界じゃないですか。それを分かった上でまた理想を語るようなメンバーがいて、かつちゃんとね
あの対面のコミュニケーションもして、すごくなんかいいチームだったのかなと思いますね。お客さんを見つけていくってそんな難しくないなと思ってて、うん、でも、ね、大体1年に1人くらいじゃないですか。あ、この人と一緒にずっと仕事をしていきたいみたいな思うのって、ぜひ皆さんもね、この人と一緒にずっと仕事したいなと思っている方はぜひ大切にしていただければと思います。はい、それでは2つ目ですね。 PR フィルムプロダクション入って変わった3つのこと、2つ目どんな感じでしょうか。1つ目は、自分が一番変わったかなと思っていて、この営業していく中でも相手にどうやって伝えるとか、その伝え方だったり、どうやって話を聞いたらいいか、どうやってその相手に影響を与えることができるかっていうことを考えながら話したりとかするようになったのが、自分が変わったっていうことを、うん、なんか例えば何か具体的にあります？でも本当に私も福祉の仕事をしていたので、コミュニケーションの基本みたいなのは習っていて、こう自分でも、うん、もともとしていたことではあったんですけど、なんかそれともまた全然違って、やっぱ私自身もその日比さんの話し方とか、こういう風に伝えるんだ、結果から最初に伝えるんだったり、もっと小さい、ね、そういうことですね。いや、現場見てみないとわからないですし、ね、カリキュラムの中には実際に僕が商談をクロージングしてるっていうこともありましたけれども、やっぱりまあ、大前提にキャラによって違うんですよね、やっぱり 人によって。僕はどっちかというと、なんかイエスを引き出すみたいな営業って全然できなくて、もういいものだからバーって説明して、一角いくらさあどうすかみたいなパターンで、僕いつも営業で重要視してることは、まあ、もちろん人によって変えますけどね、人に変えますけど、重要視してるのは背中を押してあげるっていうことなんですよね。これ社長いいですから絶対、間違いないです、さあどうしましょうくらい、なんか背中を押すっていう、まあ、話し方で、あ、これいいなっていうのと、なんかもぞ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 してたら自信がなさそうだなと思うんで、まあ、そういったところは、まあ、今後また川本さんのキャラに合わせてなんかやっていくですかね。ありがとうございます。では最後、 PR フィルムプロダクション入って変わったことの3つ目何でしょうか。もうやりたいことができるようになったっていうのかなと思っていて、はい、もともと私その福祉というこの業界が好きで、介護士として老人ホームで働いていた経験があるんですけど、うん、当時病気が発覚しまして、それが難病だったので、うん、治すこともできないし予防することもできないしっていう中で、この介護士を辞めざるを得なかったんですね、うん、でその時の、その当時の私はこう福祉業界とか老人ホームと関わることって介護士以外ないと思っていて、諦めかけていた時に、うん、PR フィルムプロダクションと出会って、あと介護施設のためのこの動画を作るっていうことをこうきっかけに、福祉業界と再びこう関わり出すことっていうのができて、でこの営業だったりこのコミュニケーションを行っていく中で、現在の福祉施設専門のコンサルタント業というこの会社設立に至るんですけど、できることをやりたいことができるようになったということは、私の中で一番大きく変わったことです、もう素敵だと思います。ちゃんとストーリーがありますしね、やっぱり同じ商品同じ値段のものを話してもその背景があるかないかでお客さんの聞こえ方って違うので、解決策っていろいろありますよね。そう考えると、その介護でこういう人を助けたいっていうのが、必ずしもその事業者とか介護士になることが実は解決策ではなくて、いろんな実は解決策があって、でそれが PR フィルムと絡められたのはなんか素敵な話ですよね。やっぱりもう20代30代前半まではもうそういったストーリーで買っていくしかないんで、どんどんおじさまおばさまたちを味方につけて我々頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。まあ、今日の動画で何かすごく、あ、踏み出すってこういうことなんだなとか、いうきっかけになっていただければと思いました。まあ、これからフランチャイズでやろうかな、PR フィルムプロダクションやろうかな、ちょっとそんなことを考えている方に一言メッセージいただけると嬉しいです。何がやりたいかわからない方だったり、今こうやりたいことができていないっていうジレンマを抱えているような方こそ、この PR フィルムプロダクションを通して本当に見つかったり、やりたいことができるっていう本当に可能性が大きいものだと私自身自分で実感してますので、
そういう方こそぜひ行動してみるのがいいかなと思います。ありがとうございます、川本さん。それでは最後に川本さんの事業、もうちょっとせっかくなので、いろはさんのサービスとしてちょっと簡単に私こういうことやってますって宣伝してみてください。どうぞ。はい、弊社株式会社いろはと福祉フィルムプロダクションのチームがあるんですけども、どちらも同じ思いを持って、同じ目標を持って、福祉を良くするためにという思いを持って活動しておりますので、ご興味のある方ぜひ何でもいいですので、ご相談いただければ、お声掛けいただければ嬉しいです。よろしくお願いします。はい、川本さん頑張ってください。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございます。PR フィルムプロダクションですね、動画かける地方創生というテーマでですね、動画クリエイター、そして初心者のクリエイターのために、フランチャイズという形で、スクールみたいな感じでね、いろいろ募集しています。概要欄から LINE アットとホームページ書いてありますので、ぜひ興味あったら見てみてください。